ディナガットアイランズ州、ディナガット島ディナガットアイランズ州は、フィリピン南部ミンダナオ島北東沖にあるディナガット島とその周辺諸島を範囲とする州で、カラガ地方に属している。州都は、ディナガット島西岸の町、サンホセ。面積は 802.12 平方キロメートル、人口は 127,152 人。南に、ミンダナオ島本土のスリガオデルノルテ州。東はスリガオ海峡を挟んで東ビサヤ地方の南レーテ州、北はレーテ湾を挟んで東サマル州と海上で接する。主な島、ディナガット島は南北の長さが 60km でレーテ湾とフィリピン海を南から分かっている。ディナガットアイランズ州には7つの基礎自治体がある。都市、市はない。ベイジリザゲージジェニオダイナコットリブジョロレートツバジョンサンホセディナガット島と周囲の島嶼部の7町が住民投票により分離を選び、2006年12月、共和国法9355の成立により、スリガオデルノルテ州から分離した。2010年2月、フィリピン最高裁は、ディナガットアイランド州が、新しい州の創設に必要な人口や面積の基準を満たしていなかったとして、州創設を無効とし、ディナガット島は、スリガオデルノルテ州に再度吸収された。しかし2011年3月、最高裁は州創設を無効とした前年の判決を覆し、共和国法9355とディナガットアイランド州の創設が合憲であることを認めた。白い砂のビーチとロッククライミングの名所である岩山、洞窟、湖などで名高く、冒険旅行の目的地として、観光客を集めている。ありがとうございます。